この美容院ででヘアセットお願いしたんですね嫌なことがあってトラブルがあったから <laughs> 口コミを書いたと知らない番号から電話があって、はい、出てみると例の美容院からでうわこれはもう完全にこじらせてるなモーツァルトみたいな感じがあって <laughs> やばい美容室だねうん。 さああじゃあちょっと続いての方もし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 はいはいどうも初めまして初めましてちょっと内容の方をねお願いします今回のこと説明しますと10月9日に福岡にある美容院にお邪魔したんですけども、うん、はいはいはいその日は用事があったのでそこの美容院でヘアセットをお願いしたんですねはいででそこで いいろろトラブルとといますか嫌なことがあって、はい、トラブレコレさんにも送ったと思うんですけどもはい、はい、その写真のように口コミを書かれてトラブルがあって、えー、口コミを書かれた、はい、ああ書きました私があ,あなたが口コミを書いたといトラブルがあったから <laughs>、はいえー、口コミを書いたとそしたら口コミに対して知らない番号から電話があって、はい、出てみると例の美容院からで「はい」 まずは謝罪と口コミの削除をお願いされてはいはいはいで消してくれたら当日に払った料金とプラス3,000円を口座に振り込みますっていう内容の電話だったんですねはい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 私は本当のことを言っただけなので消す気なかったんですけどその場では消しますって言って電話を切ったんですねはい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  で電話を切った後ネットで調べたら「はい、口コミの削除はできない」って書いてあってそのことをそのお店側に伝えたら「うん、ホットペッパービューティーのお問い合わせみたいなところからなら消せるみたいです」って言われてで一応口コミを書いたお店から電話がかかってきて「また消せ」って言われたんですけど、うんうん、っていうふうにあのホットペッパーの 送られてき URL のとこに書いたら、うん、そのホットペッパーの会社から返信が来て、うんうん、本来お客様への口コミについて直接ご連絡したり削除を依頼することは私どもとしても認めておりませんって返信が来て、うん、じゃあこれ無視でいいんじゃないかって思って無視したと、はい、それが10月31日の話で。月日に 急に母に「うん、そういえばあなたが前に行ってた悪い美容院どうなったの?」って聞いてきたので 2>,、うん、2人でそのお店の口コミを見てみることにしましたで私の口コミのところにお店からのコメントが来てたんですけど「はい、同業者からの誹謗中傷もうやめてください」って書かれてたんですあんなに口コミを消してほしがってたのに 消してもらえなかかっったたと分かった瞬間ああ同業者から誹謗中傷されていますで行こうとしててなるほどねはいはいはい事実じゃありませんよみたいなふうに言ってるわけだああそうですそうですうしかも他の星一つの評価にも同じように書いててあ,あはい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 さすがに意味わからなかったので、うん、メッセージで聞いたんですけどはいあその時の写真送った方がいいですか、ね、まあじゃあ一応お願いします ちなみに、えっと、口コミをじゃあ、ちょっと見せますね、あなたが書いた。あ、はい。こちらがね、女性が書いた口コミです。はい。先日、朝早くからヘアセットしていただき、ありがとうございました。朝早くからやってるところが少なく、しかも2500円で安いと思って願お願いしたんですが、いたら、えー、早朝、えー、料金で、えー、3500円。うん。で、えー、2500円は3500円になって、えー、で、クーポンでは1500円と、12時より前の場合の3500円のクーポンがありましたが、メニューは2500円、17時後は3000円との記載しかありませんでした。えー、よくわかりませんでした。 えー、2500円と思ってた分きちんと書いてほしかったなと思いましたヘアセットでは頭に虫がついてて取っていただいたんですが美容師さんが手を洗った後ズボンで拭いてて汚いなと思いました、えー、虫の件も34回ずっと言われて嫌な気分でしたはははははあそっちは違う人なんですけど。 えこれ違う人っていうのはえっとその他にもひどい対応されてた方のスクショあこれあなたじゃないんだあ <laughs> あ、そうなのね <laughs> あじゃあこれ別の人の口コミでこれに対してひどい対応されていたっていうので今見してるのか俺にあそうです で、これ、お店の回答。えー、朝8時からの予約だったので、セットで3500円はどこでも安くしていると思う。あと、虫ではなく、お客さんの髪の毛にダニがついてたので、衛ッセージを本当はしたくなかったんですが、そのまま駆除して手洗い消毒して <laughs>、えー、させてもらいました。えー、お客様に,に、ダニが髪の毛についてますよって言わせていただいたんですが、言わないようにしようと思いましたが、言ってご不快な思いをさせたのは、本当にすみません。 一度皮膚科に行かれた方がいいいと思いますタオルで拭いてそのタオルもハイターで完全に消毒しているなるほど <laughs> ダニがついていたすいません本当にこれは本当なのかね<っ>でもまあでもついてたとしてもこんなの一時書かないよねお店のアンサーでわ、まあ、かんないけどでも本当になんかめっちゃダニがいたらあれやけどはいはい、まあ、まあそれであで今送ったやつとはい こっちがあのショートメールの方なんですけども、こっちが私が書いた口コミですえー前回の口コミのお店からの返信を見ましたが、同業者から誹謗中傷でどういうことですか、普通に利用している人に対して同業者といって、あたかも自分は誹謗中傷されてますスタンスで行くのはおかしくないですかと、うんはい、事実を書いているだけなので改善した方がいいのではないでしょうか。で、これに対してのアンサーが、美容室が本業じゃないんで、投資の方で年収3000万以上いくんで、別にあたり関係ないし、余計なお世話です。 うわーこれはもう完全にこじらせてるななんか言い返せなくなるとなんか年収マウントする人いるからねもうその類のいてい人だこれ心に余裕がないんだろうなと思います、うん、もうブーメランすぎるんだよな普通に <laughs> 一番口コミ気にしてるわけだしねこの人が本人がなるほどまあこういうひどい対応されてるってことなんだそうですねやばい美容室だねうん 私の口コミも送ったんですけどもはいはいはいこれねまあ、これは要約すると返信の欄にあーあるね本当だ確かに同業者からの誹謗中傷もうやめてください本当にお願いいたしますまあでも事実書いてるだけなんだよねはい で他のその星「<ー> 1> 星1」の口コミに対してもあもう全部同じように書いてんだこうやって、はい、同業者だ<う>同業者だっつってそうですそうですダニーは基本肉眼で見えなく肉眼で見える種類はマダニがいますマダニは素手でに座ると嫌なんで店員の話は嘘の可能性が高いですなるほどそのグーグルの方の口コミでも同じようなこと書いてて取り上げてほしいっていうか、うん、やっぱり口コミを見てお店に行くのが大事なんだなっていうのを学んだって っていうかなるほどねはい,ういう確かに <laughs> 確かにそうやなうんなんかで最新の口コミ見たんですけど、うん、また同じような星1のか書き込みっていうかうん2問またこうやって改善やん<の>これ同業者からの誹謗中傷やめろってそうですねあっていうやばい美容室があるみたいな皆さんね口コミを見てから美容室を利用しようってことだね はいわかりましたありがとうございます <laughs> <laughs> ありがとうございますまあでも録音しとけばよかったけどまあそんなすぐには無理だもんねわかりましたじゃあちょっと皆さん気をつけてくださいこういう美容室があるみたいなんでこれちなみにあのちょっと内容長くであれ読んでないんだけど結局どういうあれだったのトラブルは ハーフアップとか書いてあるけどあの今ウルフの髪型でうんはははいいい短いってことねそうですねで「ゆるく巻いてください」っていうふうに言ったらなんかすごく横にくるくるされてモーツァルトみたいな感じになってなるほどねすごい分かりやすい分かりやすいそれで私が「ゆるく巻いてください」って言ったんですけどって言ったらなんか「いや大丈夫です」って言われてうん そしてその後にあに急にハーフアップにした方がいいですよって言い始めてあでしかもそれが500円かかったってことなんやなはい、まあ、そういう経緯があってそれを書いたら同業者からの誹謗受賞やめろとかわけのわからないこと言ってるってことねそうですうわっ わかりました。了解です。今もモーツァルトなんですか？<laughs> 今はクラゲですね。あ、今はじゃ良かったです。はい、良かったことか,かしれませはい、わ <laughs>、はい、かりました。わざわざありがとうございます。この話。いや、すいません。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。すいません。はい、どうもです。はい、うん、まあちょっとお店の名前をね出したいところだけど、それを出しちゃうとあれだけど、口コミで調べたら出るからね。正直ね。